土の色が本当に綺麗ですよね。とにかく土に対するこだわりっていうのは非常に強いと思います。なんか土としていいものを求めたがるところが風習であったりするんですけど、コロさんその大嫌いなんですよ。なんでかっていうと、いい土がそうじゃなくてその土を生かすのがいい焼きなので。この粘土だけで単品で使えるんですね。何も混ぜなくていい。ちょっとコシがあるんですね。特にロコロ引くときですね、薄く引けるんですね。割り土はない。それでその話はない。焼き物屋なんか腕がない焼き物がいるよ。割り技術ないの、使い切れない人いる。土の問題じゃない。自分の努力して勉強して使えるように、土の性格を生かすのがこっちの仕事。難しいんですけど、でも楽しい。自分のスタイルが出来てるって感じ。自分のやり方が土と火シンプル。だから土いろんな種類あるから、で火が焼くとどこいろんな色出すんですね。だから本当だったらこの最後の巻きそろそろ帰るけどね。何も変わんないかな。でも本当遊びで今までやってたからそんなんだけど、しんどいっすね。ミイラになりそう本当に。私が焼き物始めた時ぐらいかな、時によく質問とかをしてたんですよ。そういう時はもう本当にガラッと顔が変わるというか、性格も変わるし、本人は一生なんか泥遊びをしてるって言ってるんですよ。年焼き物をしてることを泥遊びをしてるって言ってて、だけどやっぱりそういうのを感じなく、すごく顔が変わります一瞬で。
掘りも同じです。そう、同じ土。明日またこれ掘りに行くから超渋いね。もうコテインみたいな色ね。新しいスイッチ探すときね、超嬉しい、その晩に、あ、お祝いだって感じね。お礼するのは大切ですね。